ヘイヤー、ケイジャーリングスのデイブル4へと聞いてもらいます。今日はですね、デイブル4の最新アップデート情報をやっていきたいと思います。アップデートのタイミングとしては、リリースがですね、アーリーアクセスが6月2日にされたんですが、その次の日、6月3日の午前中までに入ったアップデート内容という形になっておりますので、こちらをですね、みんなと一緒に見ていきたいと思っております。ということで、本日の目次はこちらですね、最新アップデートについて、2つ目、アップデートの内容。で、最後にですね、KTR が経験した初日のバグっていうのをですね、見ていきたいと思っております。で、まず1つ目なんですが、最新アップデートという形で、で一応ですね、さっきも言ったんだけど、今回のアップデート内容は全てのプラットフォームに2日目の朝ですね、6月3日の午前中ですねまでに入ったアップデートの内容となっております。で結構ですね、バグとかですね、障害もあって、その中でですね、まあ、バランス調整とかもあったようなので、そういったところ含め一旦現在ですね、確認できている運営が公式で出しているパッチノートを参考に見ていきたいと思っております。ということで早速なんですが、次のアップデート内容という形でやっていきましょう。でですね、まず1つ目はですね、 M2 の SSD を利用している PC プレイヤーとかがちょっとですね、やばかったらしくて、ゲームがフリーズしてしまう不具合を修正という形でした。でこれですね、一応正式名称だと高速 NVMe って書いてあるんですけど、これ何かというと、 M2 って言われる M2 の SSD とかって俺はよく言うんだけど、 SSD のなんか超強いやつって感じですね。まあハードディスク SSD ってあると思うんだけど、データをね、保存するデバイスは、でその中でも SSD のさらに上位互換の、M2 っていうのがございまして、その M2 にディアブロを入れてると、なんかフリーズするバグっていうのがあるらしい、ゲーム起動時に。でこれ多分ね、同じディスコードに入ってくれてる人がですね、これ多分食らってた可能性もあって、なんか起動後すぐクラッシュして全然遊べないんだけどっていう話が出てたので、多分ですね、まあ、ここら辺含め M2SSD を使ってた人は初日多分あんま遊べてない可能性があります。はい、っていうところなんで、結構ですね、現状ですね、こういった致命的なバグが実はリリース初日に行われておりまして、この M2 のバグはちゃんともう直ってるのでご安心くださいっていう形です。で次なんだけど、次はソケットに埋め込まれた宝石、ソケット何かっていうと、例えば今これね、僕のこれネックレスなんだけど、ネックレスにはソケットがあって、そこには宝石が入ってるって感じで、この鎧とかはソケットがあって宝石が入ってないって感じなんだけど、こういう形でソケットがあるね、穴がある防具に関しては、武器に関してはこうやって宝石を入れて、宝石の力をですね、使うことができるんですね、プラスアルファで。でその際に埋め込まれた宝石からジャンクステータスって、このジャンクステータスがよくわかんないんだけど、もしかしたら宝石とかをつけて外した際に、宝石についてるプラスのステータスがそのまま、防具に乗っかってたのかもしれないねっていう形だったので、なんかね、ソケットと宝石周りの部分でバグが起きていて、ちょっとね、これアメリカ語なので、はい、ごめんなさい、英語なので、ちょっとね、僕もね、そんな英語上手くないので、一旦ね、英語を翻訳してみているんですが、そんな感じの話でした。で、もちろんですね、ちょっとね、英語詳しい方がいたら、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。はい。っていう感じなんで、ソケットに埋め込まれていた、宝石が、ジャンクステータスを継承するっていうアイテムの問題。でこれもしかしたらどっちか分かんないんだけど、防具とかの方にステータスが引き継がれていたのか、宝石の方に防具のステータスが引き継がれていたのか分かんないんだけど、そういったとりあえず普通は継承しないっていうか、引き継がないようなステータスというか、多分スキルとかだと思うんだけど、防具とかのね、武器とかのそこら辺が変に継承してしまって、で強くなっていたっていう部分についてのバグを修正しましたという形ですので、ちゃんとね、正常化がソケットとか宝石で行われたというような形になっております。で次なんですが、結構そのソーサラー関連のソーサラーの移動スキルがあるんだけど、これ今俺が使ってるのはずっとネクロマンサーなんであれなんだけど、なんかね、移動スキルのテレポートがあるんだよね。ヒュンってテレポートで移動できる技、あれ結構ね、バグりやすいっぽくて、リリース前もね、なんか結構ね、変にテレポートでスタックしたりですね、するようなバグがあったんですが、今回も同じような形で、蛇の道っていうダンジョンに行くと、地下にダイレクトにテレポートできたという形なので、かなりですね、ショートカットできたのか、バグったエリアに行って、もうなんか壊れてしまうのか、ちょっとわかんないんだけど、そのような形で、テレポートによって移動先がバグってしまって、わけわかんない感じになっていったっていう部分を修正しましたという形なので、多分ね、結
こうですね、ソーサラーのテレポートはワンチャンねバグる可能性もあるっていうところで、一旦ね、まあ、何個かね、多分開始前ですね、リリース前もバグ修正みたいなのが入ってたっぽいので、そこら辺含めですね、ちょっとソーサラーのテレポートはもしかしたらこういう可能性もあるよっていうところで頭に入れておくと、まあ、なんかね、食らった時にこうソーサラーのテレポートねみたいな感じで分かるので、まあ、そういった感じでね、まあ、一応ね、1個ね頭に置いてもらうといいんじゃないかなっていう感じになってますねっていうところなので、ソーサラーのですねテレポートがまたですねいい感じに治ったよっていう話になっております。ということでですね、次です。ソーサラーの、スキルになるんですけど、ソーサラーのスキル、フレームシールドが初めてエンチャントスロットに装備されるとフルクールダウン状態になります。で、これはですね、ちょっとね、俺の画面のね、ちょっとネクロマンサーの挙式なんだけど、この画面でやってみようと思うんだけど、例えばちょっと4番のスロット消すじゃん。で、ここにスキルを入れるみたいな感じ。このスキルを使いますよっていう、このショートカットスロットに、下のスロットね、に入れた時におそらくですね、フルクールダウンなので、まあ、このクールタイムがねスキルごとにあると思うんだけど、そのクールタイムがマックスの状態でいきなりつけた瞬間使えないような形に多分したんじゃないのかなというふうに思いますね。っていうところなので、フレームシールドが少し弱体化されたという形です。で、次がですね、インナーサイトっていう形ですかね。これローグのスキルかな。このインナーサイトというものがエネルギー切れを起こした後、別の敵をマークするまで4秒の遅延、タイムラグが発生しますっていう形なので、これもね、弱くなったっていうナーフという形ではあるんだけど、まあ、エネルギー切れ、おそらくなんだけど MP 切れってことなのかな、が起きた後、次の敵をマーキングするときインナーサイトで、その時に4秒間ねラグがあるから4秒間使えないっていう形になるので、ここはね、弱体化になるので、1日目使った人は多分使用感絶対変わるから、ここはねマジ気をつけた方がいいと思う。ちょっとね、俺ね、初日はずっとね10時間ほどネクロマンサーをやっておりましたので、はい、ネクロ大好きなんで、はいっていう感じなんで、3の頃からのこのネクロマンサーをひたすらやった結果、ちょっとごめんなさい、このインナーサイトとかフレームシールドっていう部分がちょっとね、今ではですねいい感じにこういう感じだよって話せないんだけど、パッチノート的には確実に使用感変わってるっぽいので、まあ、フレームシールドに関してはつけた瞬間クールダウンがマックスになるだけなんで、まあ、使用感変わんないんだけど、そんな感じっていうところですね。で、次はですね、俺結構ビルドにめちゃくちゃね大きい効果を及ぼすんじゃないかなというのがあるんですけども、バーバリアンのシャウトのスキルがクールダウン短縮というものが装備の何て言うんですかね、能力、特殊能力から削除されたっていう形なので、もしね今までこのバーバリアンのシャウトのスキル短縮のレジェンダリーとか装備を使っていた人はですね、なくなっちゃいました。はい、ビルド構成変わりますこれでっていう形になりましたね。はい、急激な、これナーフなのかどうなのかな、わかんないんだけど、これバーバリアもね、ごめん俺使ってないから、その使用感がわかんないから、ちょっとね、これめっちゃ強くてとか弱くてとか、まあ言えないのであれなんですけど、まあ、とりあえずですね、シャウトのスキルクールダウン短縮っていうものがスキル一覧からなくなったので、今後はアイテムでそれが使えないっていう感じで、例えばなんだけど、まあ、スキルとかさ、まあ、今さ俺の装備とか見てもらうと、まあ、これレジェンダリーの腕なんだけど、敵を基本スキルで攻撃するごとに次のコアスキルで与えるダメージが 8% から3対 30% まで増加みたいな形で書いてあるんだけど、こういう風な形でレジェンダリーとか、あとはユニークの装備ってこの固有の強いスキルが書かれてるんだよね。で、これをやっぱりね集めてふーってやって楽しむのがディアブロの醍醐味なんだけど、で、これ何が起きるかっていうと、なんでそんなに喜ぶかっていうと、ビルドがめっちゃ強くなったり、別の超強いビルドとか作れるんだよね。めちゃくちゃ楽しいんだよで、それをやるために結構この装備のスキルってすごく大事なんだよね。で、それの仕様が変わったというか、その1個の選択肢がなくなったっていう形なので、これはバーバリアンをメインで使う人は絶対考えといた方がいいというか、そのちゃんと見た方がいいかなという形ですね。結構ね、これはマジなやつだと思います。はい、結構マジな部分の調整だと思います。まあ、さっきのフレームシールドとかとは結構比べ物にならないぐらいの結構ガチな、まあ、なんていうんですかね、調整になってるので、ナーフというかねになってるので、そこはですね結構気をつけていただいた方がいいかなっていう形にはなってますね。ここら辺はですね、やっぱり結構ねビルドに関わってくるものなので、そこがねちょっと変わってしまうとやっぱりねすごくやりづらくなってくると思うので、まあ、ぜひね気にしていただけると、バーバリアンの方はね今回のアップデート内容はあれですかねっていうところです。まあ、ぶっちゃけさ、ローグとか、ソーサラーとかさ、まあ、こういうのあるんだけど、
ネクロマンサーめちゃくちゃ強いんだけど大丈夫かなっていう感じなんだけど、あ、逆に俺弱体化されんかったと思って今回のパッチの飛びと思ったんだけど大丈夫かな。普通にさ、サーバースラムと使用感全然変わんなくて、まあ、サーバースラムはさ、ワールドティア2でやったんだけど今回ワールドティア1でやってるんだけど、まあ、全然なんか死なないし超サクサクで進めるから、で前回のサーバースラムもワールドティア2結構ね、まあ、何回か死んだけど全然サクサク進めれてるので、はぁって感じです。大丈夫かなみたいな。え、俺らもしかして優遇されてる？まあ僕は僕で嬉しいんですけどね。はい、で最後にですが、今実はちらっとあのエリクサーが落ちたんですけど、アンデッド狩りのエリクサーっていうのが落ちたんですけど、こんな感じで敵からエリクサーが落ちるんですけど、その中でもめちゃくちゃ強いエリクサーがあって、で俺まだゲットしてないから日本語の正式名称がちょっとごめん分かんないから翻訳した形なんだけど、死の回避エリクサーっていうのがあって、これマジで強くて、これ何かというと一回死んだら復活できるやつなんだね。っていう形でこのめちゃくちゃ強い死の回避エリクサー、まあその名前まんまなんだけど、このエリクサーがなんか結構ですねドロップしてたっぽくて、なんかドロップ率をあの低下させました、ドロップ率を下げましたっていう形になってます。なのでもしかしたら初日でレシピを解放してドロップするようになった形の、まあ、人たちは結構もしかしたら個数が、まあ、想定以上にゲットできていたのかもしれないですね。なのでそういった形でなんと死の回避エリクサーっていうですね、まあ、死なないよっていう感じで一回死を回避できるこの超強いエリクサーが、まあ、ドロップ率が下げられたという形なので、逆を返すとおそらくドロップ率が前回というか前は高かった可能性があるよねという形にはなってますね。なのでね、ここら辺は、まあ、多分難易度が最適化というか、まあ、適正化な感じになったのかなというふうに思ったりもしますね。でちょっとさっきも言ったんだけど、俺初日はネクロマンサーを10時間とかやったから、もうネクロマンサーについては結構聞かれたら、まあ、こんな感じじゃないっていうのは言えるんだけど、他のクラスがねちょっとね無責任なことあんま言えないから、そのなんかざっくり初心者向けにこうだよみたいなのは言えるんだけど、ディアブロ3とかもやってたからなんだけど、ちょっとスキルの深掘ったこれがこうでこうでっていうのはちょっとねちょっと言えないから、ぜひですね、そのローグ専属とかネクロマンサー以外のこういったね、職業バーバリアンとか使ってるよっていう人はですね教えていただけると嬉しいなと、コメント欄でねなんかいろいろこういう風だよって書いてくれると嬉しいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。で最後にですね、今回のアップデートの中で一番ね大事なものはですね、そうなんです、プレイステーションでアクセスできなかった、アーリーアクセスできなかった問題解決したようです。よかったですね、これよかった、これはよかった。本当にアーリーアクセスが6月2日に解禁されて、でアーリーアクセスっていうのは通常版9800円より高い1万3000とか4000のソフトを買った人だけ4日間早くできるんだけど、そのアーリーアクセス早くアクセスできるっていうやつがですね、なんとプレイステーションの人はできませんでした。はい、でどうなったかというと、途中でまあ、サブスクリプションとかを、まあ、なんか解除したり馬を買ったり、ね、DLC コンテンツを何かしら出し入れするとなんかプレイできるようになるよっていう形で、なんと、まあなんていうんですか、有料課金してるのにさらに有料課金させるような感じになってて、まあ、要するにこれはバグで、認証の部分がバグってたらしいんですよ。ようやく治ったっていう感じになったらしいです。もうめちゃくちゃやばかったので、今回のバグに関してはそのバグが治って、ちゃんとプレイステーション5の人もまともにアクセスができるようになったという形になっておりますね。これね結構ヤバめだったので、ここがね修正されたのはマジで良かったんじゃないかなというふうに思いますね。結構シャレになってなかったんだよね今回のバグっていうのが。有料課金してこのために課金したのに、え、なんでできないのみたいな、なんで有料課金して早くアクセスできるようにしたのに早くアクセスできないのっていう形になってマジでやばかったから、まあ、ここら辺がまともに動くようになったっていうので、まあね早期解決、まあ、早期って1日かかったけどっていうのがまあ良かったかなと。あとはねなんかいろいろ試してくれて教えてくれたみんなのおかげで、まあ、この中でもできたっていう人はね生放送中のコメント欄とかでもいて良かったなって感じだったんですが、まあそれでもなかなかね結構きついよねっていうところだったので、まあ、普通にね普通に金かけたのになんでやねんって感じだったので、この辺が解決されたのがもう本当にまあ良かったっていうところで僕は思ってますね。という感じなんでね、ちょっとね序盤いろいろありましたが、なんかようやく多少は正常化になったのかな。まあ新しいゲームはねどうしてもねこう言って、まあ、バグとかが起きがちだし、まあブリザードなんでね、まあディアブロ自体は俺めっちゃ好きで、もう本当に楽しくてもうやばいぐらいね、もう朝4時に我慢できずに起きてもうハフハフ言いながら、もう遠足の前日のもう小学生ぐらいのノリでやってたんだけど楽しくて、なんですがちょっとね、まあ、こういったのもあるので、まあちょっとまあみんなでなんか助け合いながらねなんか行こうよみたいな、行けたらいいねっていう感じになっております。はい、まあいろいろみんなで情報共有し合いながらね、
はい、という感じでね、今はこんな感じでなってますので、ぜひね、まだ他にもいろいろね、こういうのあるよとか、あとはさっきも言ったんだけど、ちょっとね、ソースが基本的にね、英語な部分が多いから、まあ、日本のね、運営も結構早くアップデートしてくれたりしてるんだけど、その中でも今回はまだね、午前中だったから、まだね、情報が日本バージョンでは出てなかったので、英語でね、翻訳したという形になってますので、ぜひね、皆さん、ちょっと英語詳しい方はね、コメント欄とかで教えていただけると嬉しいかなというふうに思っております。という感じなのでですね、最後に KTR が経験したバグっていう形で、実際に初日に俺が食らったバグでまだあるかもしれないバグっていうのを見ていきたいと思います。で、僕が唯一 PC 版なんだけど当日食らったバグっていうのは、ボタンが一切効かなくなったって感じ。これ何かというと、例えば今街中なんだけど、1番とか2番とかスキルのボタンを押すと、このスキルは使えないとか出るじゃん。で、まあ要するにスキルをね、使おうとすると一切スキルが効かなくなるっていうか、ボタンを押してる判定になって、下のさ、このショートカットインベントリーというか、そのなんていうの、スキルボタンのところ12345みたいな、このスキルのところは反応するんだけど全くスキルが出ないって感じ。こんな感じでさ、スキルはさ反応するんだけど全然出ないって感じなんだよね。で、さらに言うと、このダッシュボタン、このダッシュもできなくなってたっていう形で、ボタンが一切効かなくなるって感じ。ただこういう移動はできるんだけど、ボタンが一切効かないから、もう何もできなくなって再起動したら治るっていう感じのものがあったので、それがね、治ってるかどうかは分かんないっていうのは、パッチノートには一応一部バグとか、なんか一部クラッシュとかっていうね、明記されてないものもあったから、もしかしたら入ってるかもしれないんだけど、これは俺が前日に食らったやつなので、ぜひね、そこに関してはなったら再起動してください。再起動したら治ります。ボタンを押してもスキル発動しないし、ダッシュもできないみたいな感じになったら、基本的には再起動ですっていう形になっておりますので、ぜひね、皆さんね、他もね、いろいろバグとかあったら教えていただけると、みんな気をつけれると思うんで、ぜひね、情報とかね、みんなと共有できればと思うんで、コメント欄お願いします。俺もね、マジでハマってプレイしてるんでね、ちょっとバグになるとね、心が苦しいのでね、あ、やばい、どうなるのっていう感じになるのでね、はい、特にエリクサーとか使ってた日には、エリクサー使ってたのに再起動したくないでござるってなってたから、はい、どうにかゴーレム倒してくれんかなみたいな感じでやってました、はい、っていうところになっております。なのでね、バグはね、いろいろあったんですが、現在ね、確認されているてか公式が言っている内容としては、そんな感じの、内容となっておりますといったところになりますね。やっぱり残念ながら僕はあれですね、死を回避するエリクサーはまだ解放していないっぽいですね、っていうところになってます。ということでですね、本日は、最新のアップデート情報という形で、リリース初日、アーリーアクセスなんだけど、リリース初日にいろいろですね、アップデートが入ってまして、今ね言ったのも実は3回ぐらいアップデート入ってて、初日のなんか昼ぐらいだっけ、夕方ぐらいだっけ、アップデート入ってて、で、今朝の今動画出ている6月3日の朝にかけて3回ぐらい入ってるアップデートの中を全部3つね、まるっとみんなと共有したっていう感じなので、結構ね、しっかり運営も俺的には動いてくれてるのかなというふうに思ってますので、ディアブロ4ね、俺普通に楽しいと思ってて、めちゃくちゃね、神ゲーだと思うので、生放送とかでね、やめ時が分からないと言って、レジェンデレレジェンデレ欲しいはってなってたので、ぜひね、皆さんそういった形で、楽しんでいただければ幸いです。あとディスコードでクランとかね、募ってるんで、ぜひ皆さんディスコードに入っていただければ、一緒にエンドゲームになったらね、みんなと遊びたいなというふうに思っております。はい、でちなみに今解説をしながらですね、なんかいつの間にかレジェンダリー拾ってました。しかも結構強いです。ミニオンが強くなるやつなんで、ミニオンビルドなんでびっくりしました。はい、気づいてませんでした。いいネックレスゲットしました。はい、ありがとうございます。という感じでですね、今日はなぜかレジェンダリーをゲットしたところでですね、本日はこの辺にしておきたいと思います。で、今後もですね、KTR ゲーミングではディアブロ4のですね、こういった解説とかですね、情報系とかいろんな動画上げておきますので、自分のビルドとか含めですね、皆さんですね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、生放送もね、結構やってますので、一緒にね、コメント欄に来ていただいたりとか、いいねつけていただいたり、見に来ていただければ嬉しいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。それじゃあ今日はこのくらいにしておきましょう。本日もありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。